さあ、始まりました。前坂チャンネルのバさサカトーク、シャープ10のお時間でございます。ということで、えー、もう第10回ですね。えー、記念すべき第10回ということで、えー、引き続きやっておりますよ。うん。 まあねこの週1ペースでね、えー、だらだらと近況を報告するといったラジオですけどもね、えー、毎週毎週、このように続いてますので、えー、気が向いたときに聞いていただければと思いますと、えー、そんなテンションで、えー、一応、お送りはしてるんですけども、えー、やはりですね、えー、前回の再生数前々回がすごく良、えー、くてそれと比べるといつも通りの再生数にこう落ち着くというね。 形になってしまって、やはりタイトルとかね、いろんなタイミングとかね、あるんですね、ということを感じた今日この頃でございましたけれどもね、早速今回は前回のコメントから読んでいきますか、トレインさんですね、ありがとうございます、いつも。いきなりお疲れ様でした、キャッチフレーズ使っていただけて嬉しかったですということで、こちらこそありがとうございます。えとま このラジオをね、えー、普段聞いてる人だったらわかる内容なんですけど、僕のキャッチフレーズを、えー、トレインさんに考えていただきましてですね、えー、そのキャッチフレーズを使う場所っていうのがその月一の事務所ライブいきなりライブで、えー、今までだったら妄想一人放送局前坂チャンネルというふうに、えー、工場を言ってもらってたんですけども、あのー、なんだっけ、えへへ、ドアスちゃった。 ご覧のチャンネルは正常です。前坂チャンネルという、えー、風に変えて、ええー、ね、見ました。トレイーンーさん発案ということで。めちゃくちゃしっくりきました。うん。めちゃくちゃしっくりした。やっぱりこう客観的評価をもらうっていうのは大事ですね。うん。あのー、ファンガールさんがね、あのー、やってるこのネタ作りの仕方。なんか前、これからイダーさんのネタを作ろうみたいな、ええー、時にやってたやり方が、あの、まずはその自分が、の好きなもの。 自分の好きなもの例えばあのー、なんかこういうことやってみたいとか、えー、昔はこういう職業やってみたかったとかね野球選手やってみたかったとかさあとなんかね、あのー、性格自分の思う性格とかね、うん、ネガティブなネガティブとかなんか分かんないけど、うん、人見知りとかね、えー、明るいとか何でもいいんだけどに加えて、えー、と相手からの評価をこうそこで。 えー、ミックスさせる相手にこのどう思われてるかというところで例えばね元気がいいとかね、あのー、意外と毒舌とかね、えー、とそういえばそういうのがあったとしたら例えば野球選手独舌の野球選手でネタを作ろうとか、あのー、そういう風にこう作っていくみたいのをなんかのねつまんがるさんのツイキャスかなんかで、えー、ライダーさんネタ作ってたんですけども、まあ、そういう感じでねやっぱ人からの評価結局ね あのー、まあ、人前で舞台で、え、なんかやるってことは常にこう、客観的に人から見られてるってことだから、まあまあそこも大事ですよね。まあ自分を貫くっていうところも、え、大事ですけど、やっぱ主観と客観というね、うん。この両輪でやっぱりこう成立してるものだと思いますんでね。えー、そういう面でやはりこのラジオを通じて、え、生まれた、あの一連の出来事ということで、えー、本当に良かったです。なんか、このラジオを始めた、 のにねすごく意義深さをこう付与してくれたのがなんかこの一連の出来事って感じで、えー、非常にありがたく、えー、思っております。はい、えー、これからライダーさんからもいただきました。ありがとうございます。飛車角からね、2、え、個、ー、コメントいただいてますけども。花、ね、声ラジオ楽しかったです。ル、えー、応援ラジオ好きですということで、えー、ありがとうございます。前回ね、かなり花声だったんですけど今は割と調子いいですね。うん。ただ、 花粉自体はやばいですけどね。うん。あのー、昨日もね、あのー、ちょっと自転車で外出する機会があったんですけど、あの昨日がまあ、自転車外出で、その一昨日は自転車使わなかったんですよ。で、そのまあ前の日は使ってたんですけども、一日使わなかっただけで、さあ、じゃあ自転車乗るかってなった時に、もう、花粉がもうサドルにバーってもう付着してんすよね。あの 倉庫に一年放置してたら、ホコリ被ってるみたいなぐらいの感じで、花粉がバーってついてて、あれ、戦慄しましたね。えげつなと思って。ね、まあ皆さんのあの、車とかね、にも、ね、車体とかにもいろいろ、多分付着とかしてるんでしょうけど、ちょっと放置しただけ。でも一日で、こうなるかと思って、恐怖、<laughs> 恐怖、恐怖でしたね。今、大変みたいですね。やっぱ医療機関もね。 いろいろ大変だと思いますけどそういうなんか外来ねあのー、まあコロナがねある程度こう収束じゃないけど落ち着いたと思ったらね花粉かよみたいなねうん感じでね、うん、寒さも落ち着いてコロナも落ち着いて外出したいなみたいな感じになると思うんですけどまあ昨日もね駅前とか人多かったですけどでもねもうなんか安全な時期はねえのかっていうね花粉が終わったと思ったら もうすぐ梅雨が来て、で、夏が来て暑くて、みたいなね、うん、感じになるから、あのー、ちょっと過ごしやすくなってきたなぐらいの感覚を感じてる瞬間が、もう、それがもうマックスなんでしょうね、なんか。もうその、あ、ちょっと涼しくなってきて、ちょっとあ,あっかくなってきたなと思ったら暑いになるし、ちょっと涼しくなってきたなと思ったら寒いになるし、うん、だからその、 春とか秋ってめちゃくちゃその感度を上げとかないと自分の中の自分の中の感度をすごい上げとかないと一瞬で終わっちゃうんだなというふうに、えー、思いましたねもう受け取り手が頑張るしかないですねこの四季を感じるという点、えー、においてはということでございましたはいサトル応援ラジオということでサトルはやっぱりいいですよねサトルが過去出たラップバトルとか音源とかをやっぱり聴き始めちゃってるから これはある意味思うツボなんですよね。やっぱりこう、悟るのね、思うツボ <laughs>、思うツボなんか、何がしたいのか未だで見てもわかんないんですけど、まあまあ、あのちょくちょく、えー、追っていきたいなとは思います。はい。うん。てなところでね、まあ、えー、先週もいろいろあったんですけど、あの、東京にも、えー、行ってきまして、えー、何で行ったかというと、えー、黒髪ロン毛、えー、限定ライブ不合というライブ。不合という,、えー、不合っていうのはお金持ちってことじゃなくて、 あのー、な,んなんていうんですか「不号ってあれどういう意味だっけ?あのー「不号ですよ「符号え豪、ー」「記号」とかっていう意味か「竹編につけるに」「1号2号」とかの「号ですね。はい、の「不、あのー、号というライブに出させてもらったんですけども、えー、と出演条件が、あのー、黒髪ロン毛がい、あのー、グループ内コンビ内にして。 所属しているかか、まあ、ピンの論の人かみたいな感じでえー、っと実はお誘いをいただきまして主催の方から直々に、うん、でもうあのいわゆるそのおギャラもいただけるということで完全にあのお仕事として生、えー、かしてもらいましたありがとうございます東京で、えー、ある意味お仕事お笑いでそのお仕事まあ、ライブもね、えー、まあ、仕事というかまあ、仕事の気持ちでやってますけどそのお金をもらうことを ギャラをもらえることを仕事と捉えるならばあ、東京では初めての仕事だったんじゃないかなということで。ええー、ありがとうございました。本当にあのー、ね、呼んでいただいてですからね。それは飛んでいきますよ、どこでも。うん。っていう、あの、感じなんですけどもね。最初はその募集要項で、ロン毛の方限定でって言ってたんですけど、なんかちょっとずつ、えー、過去ロン毛だった人とか、ね、ロン毛、気持ちがロン毛の方とか、 なんかそういう方も OK ですよみたいな感じでどんどんこう裾野が <laughs> 広がってって最終的にあれ何組ぐらい15組ぐらい出てたのかな15組ぐらい出ててで本当にあの数ヶ月前までロン毛だったんですけどとかあのちょっと今髪今もうロン毛っちゃロン毛ですけどこの前切っちゃってとかなんかそういう人をいろいろ含めるとあの割と僕かなり、えー、ロン毛度では上位でしたねうん。 はい。まあ、ライブ的にはその、中国組ぐらいが前半後半に分かれてネタをして、えー、前半の組が、あ決められたトークテーマがあって、えー、MC がね、えー、ソニーの所属のランマルさんという方、まあ、以前からライブ何度かご一緒させていただいてて、あの、お世話になってるんですけど、ね、が MC で、あのー、前半のがロンゲトーク、後半ネタやって後半がロンゲトーク。 みたいな流れで、ええー、ライブやってまあまあ一般的なライブの感じで、えー、しっかりトークもね、させてもらって、ありがたいなっていう感じだったんですけど、やっぱりロンゲ度で言うとね、ええー、かなり。まあロンゲに全然関係ないネタはしたんですけどね。うん。<laughs> チュギちゃんっていうね。うん。逆にそのロンゲを,をね、あのー、ワイルドの人のモノマネと取るのであれば、あのー、このロンゲは足かせな、でしかないので。<laughs> <laughs> ものまねと撮るのであればですけども <laughs> あのねあの関係ないネタは一応、えー、やらせてはもらったんですけどもうんまあかなり、えー、まあ楽しいライブではあ,あったんですけどもあのー、そのライブ後にですね、えー、会場の近くにファミマがあったんですけどまあ、ライブ終わり寄ってでまあその時も例によって鼻がヤバかったんでティッシュ切らしちゃってティッシュ買いに行こうと思ってティッシュだけ、えー、買って。 で,でねあのー、なんか店員さんがねあの金髪ロン毛のなんかヨーロッパ系の綺麗なお姉さんだったんですよ <laughs> <laughs> 多分年も同じぐらいのね、あのー、スラッとした一般的なそのヨーロッパ系の美人金髪ブロンド美人を想像してもらえればいいんですけどの店員で、あのー、なんかそういうのリが良くてでティッシュをねこう出し,出してら「あのお願いします」みたいな感じで渡したら。 ティッシュをバッて取って体の後ろに隠して売り切れですよーみたいな <laughs> ノりできてもう俺ライブ終わりで鼻も詰まっててテンション低いからあいやいやこらこらみたいな <laughs> 激薄返ししかできなかったんですけどなんかその流れであ髪伸ばしてるんだみたいな髪ロン毛似合ってるよとか言われて。 あ、すごい、ロンゲライブの後にね、ロンゲ褒められたと思って。そんなまあ、どうでもいいんですけど、その、あの店員さん人生楽しそうだなって、えー、思ったぐらいな <laughs>、感じなんですけども、よかったら、あの、早稲田クローバースタジオの、向かいにあるファミマに、あの、その店員さんがいると思うんで、あの、行く機会ある人はぜひね、あの、ちょっとその店員さん、見かけたらちょっと連絡ください。連絡はいらないけど、ちょっと、気になる方は行ってみてください。 うん、っていいう面白いライブがありました、あのー、やっぱりねこう東京にもね、えー、ライブ出させてもらえるようにもなったんですけども基本それはもうやっぱ不安があるさんのライブ、えー、に常に出させてもらってて結構もう割と知り合いが多いわけですよ宮城出身の芸人とかでね、えー、割と仲良しが多い状況なんで本当に何だろう知ってるいや誰知ってる人もいたけど まあ、ほとんどの人は知らないし、知ってる人とも、まあ少し挨拶程度しか返したことないみたいな、まあ割とア,アウェイというか、まあみんなアウェイだったと思うんですけど、アウェイな、えー、人たちが多い環境で、えー、なんかこう出させてもらうっていうのもなかなか勉強になりましたんでね。幅広かったですね。本当に1年目の若手の人から、一番ベテランだとあれ、松下ひものさんとかになるんですかね、ソニーの。 なると思うんですけどもそういう、ねえー、幅広いとこでやっぱこう勉強させてもらったんでね、えー、是非、うん、もちろんおギャラなくてもあ、あのー、誘ってもらえれば全然行くんで、えー、東京だけじゃなくてね、えー、いろんな全国各地ですね、うん、行きますんで、まあ、昔から僕もともと青森から、えー、仙台通ってたんで、あのーまあ、割と長距離移動は苦じゃない。 のでね、えー、僕の腰が持つ限りはあ <laughs>、はいえー、どこまでも行きますんでね、えー、ぜひよろしくお願いしますということでございました。うん、全然この内容によっては、そうそう、交通費なしとかでね、こっちマイナスでも行くし、うん、いや、もうあったらめっちゃ嬉しいけど交通費とかね、うんえー、というところ、うん、で、えー、ございました、うん。でね、そのロンゲライブの、えー、真裏がちょうど R1 グランプリだったんですよね、えー、先週の土曜日で。 うん。なかなか攻めてるライブだなと思いますけど。<laughs> そうそうそう。な、割とこう、地下ライブっちゃ地下ライブだから、そういうの来る人ってまずお笑い好きだし、あの、船内のお客さんとかだと、まあ、T ライズ推しであって、別にお笑いをたくさん見てるわけじゃない人とかもいるけど、東京の地下ライブ推しってなると、そのお笑い好き、深いお笑い好きが多いわけだから、なら、 あのー、R1 被ってて来た人っていうのはもう、完全に、あの、もう黒髪が好きなんだろうなっていう <laughs>。そう、お客さんね、何名か来てましたから、うん、いう感じなんだろうなと思ってね、ちょっと面白かったですけども。まあ、いろいろね、疑惑ありました、R1 もね。えー、やらせ疑惑って言うんですかあれはね、えー、のがありましたから。うん。で、ま、も、あ、あれ、まあ、やらせなわけはまずないのは、 ま、ちょっとでもお笑いしてたら、まあ、一瞬でわかることだから、まあ、ないのはやっぱり大前提としてでもやっぱあの奇跡的に、うん、やっぱはためから見た人がこう普段からそのテレビっていうのはなんかねしょうもない叩いたろって思ってるマインドの人に見つかったらそのそら叩かれるわっていう要素をこうやっぱ与えてしまったあのこと自体がやっぱ非常に問題ですよねうん なんだろうな。いや、やらせなわけないっていう思想を僕の前提としてあるのを大前提として聞いてほしいんですけど、あのー、誰一人にやらせがバレなかったら別にそれやらせじゃ、でもいいんじゃないかっていうのは僕の考えなんですよ。あのー、エンタメなんで、スポーツだとやっぱり、うん、スポーツはさすがに、やらせやおちょうがあったら、 もう、それはもう全くね、成立しないというか、スポーツの定義からすら外れてしまうものだとは思うんですけど、あの、エンタメなんで、で、例えばで言うと僕の持論であるのが、アイドル、例えば恋愛禁止のね、AKB とかの恋愛禁止系のアイドルグループでも、あの、バレなきゃ OK だと思うんですよ、別に。恋愛しようが。それは法律違反でもないし、うん。あの、恋愛見つかったら、 レアねあのー、が、あの、そう、ダメって言ってるだけだから、だからそれが、もう、ファンとか、それをばらしうる週刊誌みたいな人たちに、ばれてさえいなければ、あのー、いいと思うんですよ。うん。そうそうそう。ばれなきゃ、別に誰にも迷惑かかんないから、それは。ばれたら迷惑かかるよ。ファンの人とか、あの、メンバーの人とかに迷惑かかるけど。 ね、犯罪はバレようがバレまが、それは迷惑かかってるわけですよ。ね窃盗とかね。うん。そう、そういう、なんか不法投棄とかしても、やっぱ迷惑かかってるわけですから、その現にその行為自体がバレようがバレまがね。うん。ですけども、やっぱエンタメなんで、だからその、うん、やらせがバレうる状況をやっぱりこう、作ることが、やらせをするよりも悪。 うん、やらせを疑われることがやらせをしたという事実よりも悪だと思うんですよね。ちょっとこれややこしい話だと思うんですけど、これがあの僕の、うん、考えでして、だからもう、R1 同行に関しては、議論する余地もなく、やっぱりその運営の方々が悪ですね、これに関しては。としかもう僕は、うん、捉えられないですね。もう、やらせを疑われるような、 ことが起きた時点でもアウトで、そっから議論の余地はないと思うんで。うん。まあ一回戦、敗退男が何を言ってんだって話ですけども。でもこれ僕の持論なんで。えー、皆さんその辺についてどう思いますかうん。という、えー、意見。意見というかね。うん。というかでもあれですよ。その、アイドルの話も、熱愛、ね、その、こっそり恋愛してたのが、 バレたら俺も嫌ですよ、それは本当に。もう昔僕好きだった、あの、僕が唯一アイドルを推してたのが、あの、押してた人がいるんですよ。で、その人が、あの、僕はその頃、それ以前は、その高校生ぐらいの時かな、そのアイドルを応援してたんですけど、あの、まあ、AKB 系の48系の人だったんですけど、あの、渡辺美紀って、ミルキーって NMB の人だったんですけど、 あのそれ以外の周りのメンバーがちょいちょいそのあの恋愛バレてうわ叩かれてなんかファンやめるわとかあの言ってる人がいてでそれをはためから聞いてる分にはいやね若い可愛い女の子なんだからそれは恋愛ぐらいするだろうってね何をそんな付き合えるとでも大思いなのみたいな風に思ってたんですよ高校生ながらねでもいざ いざそのミルキーが、あの、発覚したんですよ。熱愛報道、熱愛報道というか、なんか、うん、その男もなんか多分、浮気なんですよね。浮気しててみたいな。別に彼女がいて、で、ミルキーと浮気してたんですよ。あの藤田トムっていうやつがね。真相はわかんない。でも確かしてたんですよ、ね。藤田トムってなんかわかんない。あれなんだったんだっけ俳優かモデルか読モかわかんないけど、なんかいたんですよ。そういうやつがね。うん。 なコロコロっつって。うん。その、オフェラをコロコロって呼んでやってたらしいんですけど。の <laughs> があって、で、やっぱそれ聞いたら、でもやっぱりちょっと、やっぱり、興味薄れたんですよね。ミルキーに対してね。あれ不思議ですよね。やっぱり理性では、付き合えるわけないんだからとか、とか、裏で恋愛ぐらいするだろうって思ってても、やっぱいざ発覚すると、 途端にこう、うん、興味が薄れてしまうという。怒りではなかったんですけど、はー、へー、みたいな。その、うん。これはだから感情論なんですよね、完全に。うん。理性では、こう、説明つかない部分なんですけど。その時にだから僕は、その、ばれんなよっていうのがやっぱ勝ったわけですよね。うん。ばれちゃうん、こっそりやってくれよって。うん。ばれるようなことすんなよと。 で、週刊誌かなんかわかんないけど、バラすなよ、というふうに思ったわけですよね。うん。だからまあ、ね。そう、エンタメってやっぱり夢を見せるものだから、その裏側を見せるっていうことが、うーんっていう話なんですよね。うん。その、だから裏側すらも、あの裏、裏裏側すらも演出であってほしいっていうね。うん。そう。あの、 B.O.K.YouTuber がすっぴん見せますって言ってるけど、もうベースメイクはしてますよ、みたいな。あの、ことでいいと思うんですよ、やっぱり。エンタメなんで。うん。裏は見たい見たいと思ってるぐらいがちょうどよくて、全部見ちゃうとやっぱ面白くないなっていう。あー、ところだと思いますよ。うん。なんかこう、急にこうね <laughs>。あの、熱弁してますけども、どう思いますか、その辺について。やらせ。 テレビのやらせとかについてどう思いますかうん。ね、今はもうやらせ事ダメだ、アウトだっていう風になってはいますけども、うん、どうなんですかね、やっぱり。まあ、全部やっぱりネットが発達してね、えー、いろんな SNS でね、あのー、暴露するみたいな人がさ、まあ、ガーシーじゃないけどさ、やっぱりいっぱいいるわけじゃないですか。ね。だからやっぱり、 ねそういうクリーンにクリーンにしていこうという流れはわかるし、それ自体は褒められたことだとは思うんですけども、ちょっと考え方というかね、うーん、というところですよね。うん。まあまあまあ、えー、そんなところが、うん、僕の持論でございました。はい。うん。ねえー、といったところでございますね。はい。今日はですね、えー、これが流れてる頃は、えー、WBC がね、えー、ちょうど行われてる 頃だと思うんで、えー、僕はそれを見なきゃいけないんで、えー、まあ今からちょっとそわそわしてますけどね。うん、昨日のね、えー、中国戦もずっと見てましたからね。長かったね、あれ。チャンスめちゃくちゃ作るというか、中国のピッチャーが交代も多かったし、ボール玉も多かったしで、で、日本もね、えー、じっくりじっくり攻撃してたから、日本の守備は短かったけど、日本の攻撃長くて、 で、4時間ぐらいやってたもんね、あれね。うん。あのー、なんか、その後の番組が夜会だったかな。有吉さんの番組だったんですけど、あの、ジャニーズの人が出るとかで、またこれ野球が、ジャニーズに嫌われるのかな、みたいなね、えー、こともありましたけども、やっぱ長いのがね、嫌われがちですよね。僕はあの、野球があの、時間決まってないところが、 あのー、すごく、そこがいいとは思うんですけど、確かにこの計算立たない感じはちょっと嫌ですよね。うん。えー、というところで、えー、韓国戦ね、えー、どうなってるか。まあ、あこれを聞いてる人は大体、あのー、上がってすぐに聞く人よりも、後々ちょっとずつ聞く人が増えていくから、結果は出てるとは思うんですけども。 えー、予想しますか。えーとね、どうだろうな。割とでも、やっぱり点は取れそうな気はするんですけどね。あの、やっぱ出塁力がすごい高いですから、1、2番がね。ヌートバー、近藤といて、大谷、あとまあ、4、5、6。昨日の4、5、6。村上、吉田、岡本あたりがちゃんと打ってれば、もっと早く試合楽な展開になったと思うから、 そこでね、ちょっとそこの調子次第でもあるとは思うんですけど、まあ、5対2とかじゃないですか。うん、5対2とかで、5対2で、えっ、ー、と、日本が勝つんじゃないかなという、えー、予想を立てておきます。はい。うん。これ当たったら、えっ、ー、と、コメント欄で、えー、褒めてください。はい。えー、それが、あの、今日の。 今日の,あのトークテーマは野球でお願いしますね。えー、野球興味ない人はあ何でもいいので、えー、このコメント欄にお寄せいただければ、えー、次回の放送で、えー、読みますということでございます。はい。えー、で、えー、単独ライブがあります、えー。告知系の話になるんですかここからなっちゃうんですけども。えー、単独ライブが、あのフライヤーもーもう作りまして、 えー、前坂チャンネルのミニ単独ライブ、お前の母ちゃんハイパーガンマというね、えー、タイトル、素晴らしいタイトルで、えー、お送りするんですけども、えー、2023年3月25日土曜日、18時50分会場を、えー、19時スタートということで、えー、開始時間を遅らせました。2時間も遅らせました。うん。あのー、いろんな時間をちょっと試してます。 あの、来れるお客さんの都合も変わってくるだろうし、あの、時間が変わることで、えー、なんか、その、お笑いのその、笑う内容も変わってくるんじゃないかっていうのもちょっとあるんですよね。うん。それで言うと僕の単独は、深夜であればあるほど、もしかしたら有利に働くのかも、みたいなね。思考力が落ちていればいるほど、えー、有利に働くのかもという <laughs>、えー、え論もみも若干あります。で、 えー、場所は、北目町、T ライズスペースということで、えー、いつもと同じで、でございます。はい、入場無料ですが、おひねり制、要予約ということで、えー、どんな形でもいいので、僕に知らせてください。うん。あのー、できれば、口頭以外でお願いします。LINE、Twitter、この YouTube のコメント欄でもなんならいいですわ。うん あの、枚数と、ハンドルネーム、何でもいいんですけど、本名でもね、えー、アカウント名でも何でもいいんですけども、えー、教えてやっていただければと思います。はい、もうあと2週間ですか。もうあのね、あの、単独毎月やるって決めてね、あの、そんなこと分かりきってるだろうっていう話をしちゃうんですけども、あの、毎月単独やるって大変なことですね <laughs>。大変なことですよ、これ。 もう本当にうんいやまあそのデメリットは正直大変っていうところだけなんですけどそれ以外はすごくよく採用するんですけどあのネタはね、えー、自然と作るしあといろんなあの何、ー、だろう来てくれるお客さんとか協力してくれるスタッフの人とかともうなんか交流取れるしうん。 なんか、話題をね、えー、常に皆さんにこう、頑張ってるっていうかね、やってる姿を、もう提供できるしっていうところで、まあまあ、いい、いい面だらけではあるんですけど、やっぱ大変っていう、その唯一のデメリットは非常に大きい。非常に大きい。まあ、これをデメリットと捉えなくなれば、まあ、本物なんでしょうけども、うん。まあ、大変な思いしないでね、えー、わざわざ足運んでくれた人にさ、入場無料とはいえ、 時間と交通費使ってきてくれてるわけだしまあこの書き方だとお金払わなきゃねあの最終的にはお金払わなきゃあの気まずいようなね会場費ぐらいは出してやろうみたいな気にさせる悪いシステムではあるんですけども <laughs> っていうところもまあもろもろ含めてねあのすごくやってはいきたいと思うんですけども先を見るとね大変だなと思うんですけども まあまあ、あのー、どうにかあの、変化もつけながらやっていきたいと思います。自分の中でやっぱマンネリするとモチベも下がるんでね。あのー、本当にこう、いろいろ変化したり、試しつつという、う細かい変化も、まあまあ、ありますけどもね、時間を変えてみたりとかね、えー、そういったところもありますけども、うん。ぜひ、えー、お越しください。お越しやすということで、えー、言っております。はい。ご都合つく方も、つかない方も、 ない方は、次行こう来ていただいてでもいいんですけども。うん。えー、といったところでございました。はい。えー、そんなところですかね。今日は割と言いたいことも多かったですけども、もずらずらっと喋ってしまいました。うん。えー、そうですね。まあ、次回放送が、えー、3月17日の20時ということで、えー、また、こうなるとまたね、1週間時間が経つと。 単独まであと一週間になるという。もう <laughs>、頭の中がもうそれになっちゃってんだよね。うん、次の単独までいつだみたいな <laughs>。いや、楽しいんですよ。うん、楽しみながらやってますから、あのー、全然いいんですけども。はい。<laughs> えー、というところでございました。 はい。あと、まあ、YouTube の方もね、えちょくちょく更新をしていきたいと思いますんで、そちらも見ていただければと思います。この前もね、ハンナちゃんとの、えー、トークとか、うん。あと、前回のコーナーね、コーナーはね、えー、どんどん上げていきたいなと思いますんで、えー、えー、そういうね、えー、もみもありますから、うん。コンテンツを絶やさず、できるだけ頑張っていきたいと思いますのでね、えー、 よろしくお願いしますというか、まあ、あのー、僕が頑張るだけなんで、えー、注目をしていただける方にそこに注目してもらえればみたいなね、うん、ことなんですけども。はい。えー、そんなこんなでございました。ということで、えー、次回の放送でまたお会いしましょうまいさかチャンネルのバーサー,カー,トーク記念すべき第10回放送、えー、ありがとうございました。さよなら。